はい、今日もやってまいりました。オデッセイアブソリュート、かっこよっす。マイナーチェンジとは思えないぐらいの変わり映え。いや、かっこいいですよね。いや、今回ね、ナビがついたということで、ちょっと見せてもらおうかな。お邪魔します。しかし、乗った瞬間いい車に乗ってるなという感じがします。ちょっと電源つけましょうね。ポチ。ほら、ナビ、これね、10インチになりますね。オデッセイ専用10インチプレミアムインターナビ、価格は28万ぐらいしちゃいますけどね。いや、なかなかの迫力、HD 液晶モニターですね。これね、高画質だけじゃなくて高音質も追求したおすすめモデルということで、いや、やっぱオデッセイ乗る方はこれぐらいやっぱつけときたいなという感じしますよね。ほら、バックモニター連動でいいですよね。ほら、これ真上から見れるんやな。わー、これ不思議。真上から、これ横のこれ壁みたいなのは、あの横の車が映ってます。すごいな。いや、純正ならね、いろいろ連動してるということで、ドライブレコーダーね、こういったね、純正のドライブレコーダーも、このナビにね、対応してるということですね。いや、でかいパネルやわ。あ、テレビ、すげえいいわ。窓か、ひろしが出てますけど。で、これですよ。ちょっと後ろ行ってみましょう。開けごま。はっは、慣れてきたぜ。いや、すごいな、これ。このキャプテンシート。いや、本当にね、オデッセイね、後部座席、ぜひ皆さん乗ってみてください。これシートも、ほら、油染みとかね、しにくい、素材が今回使われてますね。お、乗りやすい。低床設計、乗りやすい。うわぁ、ラグジュアリー感。あー、もう寝れる、これ。こんな感じでございます。いや、ちょっと広すぎひんっていう感じやけど。ここにスイッチがあんのか。お、ここは手動なんやな。おー、でかないこれ。11.6 インチモニターになりますね。ちょっとさっきからまどかさんばっかり出てるけど。あ、これめっちゃ明るい LED。こういうのプラス、さらに LED がつくということで、室内ね、すごい明るく、過ごせますね。本当にね、なんかこう家より快適違う、これひょっとして。で、あ、そうよ、これ、いや、このアブソリュートはこの、1500ワットの AC 電源がついてるんですよ。ほら見て、これお茶とか沸かせます。これなんやろ、これアースかな。ちなみに 11.6 インチリア席モニターは、106,700円いたします。うーん、10万か、いろいろ考えるよな。あ、で、このケンウッドのスピーカーと連動させると、なんかまるで映画館のような感じになるのかな。いや、音響も良さそうよね。いやー、このライトがプラスされるっていうのはかなりいいですね。いやー、ほんとね、これ家より快適かもしれん。ちなみにこのシーケンシャルウィンカー、流れるウィンカーね、これ結構ね、前のコメントで皆さん意見が分かれましたね。これじゃない方がいいっていう人も結構いました。ちょっとやんちゃなイメージがあるんかな。ちなみに前から見るとこんな感じ。ね、ほら。どう？私は好きですけどね、どうでしょうね、皆さん。まあ、いろいろ意見があっていいと思います。まあ、それぐらい今回のね、マイナーチェンジのオデッセイ、注目されてるのかなと思いますね。まあ、ちょっとお値段はするんですけど。これそうか。さっきのね、ナビやらなんやらで、49万ぐらい、ディーラーオプションついてます。いや、511万9550円。かなりの高級車です。まあでもそれなりのクオリティはあると思いますね。あ、閉まる音もいいわ。ほら、すごい。バスっていうね。すごいボディ剛性がいいような
音がしました。これね、結構ワインディングが実は楽しめるんですよね。この間峠行ってきた動画こちら貼ってます。はい、ボタン押してくださいね。すごいね、走りもいいんですよ。低重心で、低小低重心で、すごい安定した走りでしたね。はい、というわけで、こちらの車、全国のホンダカーズで販売しております。詳しくは下の概要欄を見てくださいね。ついでに私のチャンネルも登録していただければ嬉しいです。はい、というわけで、ホンダオデッセイのナビを見てみたでした。じゃあね、バーイ。